はい、こんにちは、ひかりです。今回もね、ハードオフ行ってきました。ちょっと久しぶりになったんだけど、ハードオフ行ってきたので、ちょっとね、購入品紹介をしたいと思います。まずね、ヘッドホンゲットしました。ババーン。最近、以前ハードオフで500円でジャンクで買って、イヤーパッドを交換して使ってた、えー、デノンのヘッドホンが、まあ、ちょっとね、音が微妙ってことでね、売るってことになったんで、ヘッドホン探してたら、ありました。見てこれ。 コスってとこのやつなんだけど、僕の iPhone のメモ帳機能にある、ハードオフで探すものリストの中にあるのが、コスのヘッドホンだったんですよ。ただね、本当はね、このね、ケーブルがくるくる回っ、なんか、こう、くるくるしてる、あるじゃん。ケーブル、ヘッドホンのケーブルで。本当はそれを探してたんだけど、まあ、一応今回ね、ジャンクなんだけど、324円でありました。 ただ、イヤーパッドがないので、イヤーパッドはちょっとサイズ測って、アマゾンで買うか、うちに合うやつだと合うかな、でも、丸だからな、これ楕円でしょだから合わないと思うから、だから、まあうちにあるのが多分合わないと思うんで、アマゾンで買うと思います。だから一番安いのでも送料込みで300円くらいかな。なのでまあ、本体価格と同じくらいしちゃうんだけど、まあ、うちの音出しして左右音出ることが確認できたら、あの、へ、 イヤーパッドを買いたいと思います。はい。一応、型番がね、UR40 ってやつで、Amazon でも取り扱いがあって、定価が6000円くらいかな。で、Amazon で5000円くらいで売ってるやつなんで、まあ、そこまでだから、高級機ではないんだけど、でも結構さ、いいよね。コスの、え、でも欲しかったからさ、ちょっとね、使い込まれてるけどね、かなり。うん。かなり使い込んでんなって感じはする。ちょっと開けてみようかな。 今回ね、なんかね、めっちゃ入荷してたんですよ。いろいろ。あの、ヤマハのなんか、ちょっと S っぽいんだけど、ヘッドホンのやつとか、あとなんか、パイオニアのやつとかも結構あって、ジャンクコーナーにね、うん。で、今回ちょっとこれなんだけど、ホスなんだけど、大丈夫かなぁ。結構、ホコリ的なのがあるな。ホコリて汚れというか。こんな感じのヘッドホンで、えっと、折りたたみができるっぽいんですよね。こんな感じで。こうかな。こんな感じで折りたためるみたいな。 まあ、折りたたみるから、まあ、持ち運びも、まあ、しやすいんだけど、でも、ここの、イヤーパッドっていうのかなこの、いや、なんて言うんだっけ、この、この部分。この部分は結構大きめですね。ほら。ね、大きめ、大きめ。はい。なぜかここに、w w w スドットコムって書いてあるんだけど、これはどういうことなんだろう。デザインとしてどうなのと思うけど、まあ、ヘッドホンとしていいかな。うん。サイ,サイズ調整もできるんでね。はい。 一応ね、ケーブルがこう切れてないかもちゃんと確認してから買ったんだけど、まあ大丈夫そうなんで買いましたね。はい。特にマイクとかついてないんで、はい、純粋に音楽聴くときにいいかなと思って。まあこれから僕の中でのエース、うん、になればいいなと思って買いましたね。はい。まあ、前回500円のやつを使ってたからね、ジャンクでね。今回300円ちょっとランクダウンしちゃうんだけど、でも、まあ、コス、うん、コスが欲しかったんですよ、とにかく。聞いてみたかった。はい。 僕ね、ヘッドホンとか、その、視聴っていうのはあんましないんで、普段。そう、だからもう買っちゃうんですよね。はい。で、プラス今回買ったのは、あとね、CD を結構買ってきて結構ってか3枚買ってきました。いろいろ入荷してて、なんだろう。何年代って言うんだろうな。1990年初期。うん、90年代初頭ぐらいの、95年ぐらいかな。までの CD がめっちゃ、 なんか入ってたんですよ。ジャンクコーナーで100円のコーナーに。その中から厳選して買ってきました。まずこちら、ババン。はい。おなじみ、林原めぐみさん、僕好きなんですけど、のアルバム、パフュームってやつですかね。これ持ってなかったんで、結構僕、何枚も持ってるんだけど、これは持ってなくても100円で5月2日ということで、これ持ってないやつだったんで買いましたね。はい。これ、曲も知らない曲ばっかりなんで、ちょっといいかなと思って、はい。ちょ、こんな感じで。まあ。 最新フォトとかもあって、やっぱアイドル的存在なんでね。はい。林原めぐみさんでしょのアルバム。これはね、めっちゃ嬉しいですね。そしてこれ。初めてゲット。ババン。田原俊彦さんのアルバムですね。はい。これはね、レンタル落ちなんだけど、残念ながらね、多分ね。レンタル落ちなんだけど、まあ100円でした。で、4月入荷ってことで、もう5月も終わるのに、4月入荷でよく売れ残したなと思って。まあちょっと有名曲は多分ないかもしれないんだけど、 はい。でもまあ、アルバムで、だから、としひこさん。僕、だから、としひこさんのやつは、カセットテープは持ってるんだけど、CD 持ってなかったんで、ちょっと、テンション上がありましたね。はい。こんな感じで。これも92年とかのやつだから、これぐらいの時期のやつがいっぱいあって、僕が知らないバンドとかね、結構なんか、j w ォー k だっけなんかね、うん、聞いてみたらいい,い,いだろうなとは思ったんだけど、 でもちょっと知らなかったんで、ちょっと僕の勉強不足だったな。もっと知ってればね、いろいろ変えたかもしれないんだけどね。まぁ、あ、検索すればいいんだけど、まぁ、あ、ちょっと、今回はね。もう一個、ラスト、ババン。はい、これね、鈴木正之さん。これも僕好きなんですけど、この方もね。ちょっとレンタル落ちにはなっちゃうんだけど、アルバムですね。名前が、東京ジャンクション、うん。ってやつですかね。まぁ、あ、アルバムがあって、これもね、僕が知らない曲ばっかりなので、はい。 もう結構もう鈴木正樹さんのアルバムも持ってるんだけど、これはね、持ってなかったし、曲も知らない曲ばっかりなんで、嬉しいですね。はい。いい曲、いい声なんですよ。はい、そんな感じで、今回はちょっとね、豊作でしたね。CD もいっぱいあったし、あの、ヘッドホンとかもあったし、やっぱゴールデンウィークあたりに入荷したのが多分もう出てて、そんな結構しばらくそのテンポ行ってなかったんで、 結構おもちゃとかもいろいろ入っててね。あの動画の最後に、スライドショー形式で気になった商品の画像、写真撮ってきたんで、それも貼っとくんで、店内で撮ったやつ。それもね、ご覧くださいって感じで、あの動画の最後にね、あの貼っときます。はい。そして今回ね、ワンダーグーにも行ってきました。はい。ワンダーグーにもちょっと、ついに寄ったらね、いろいろあったんだけど、えっと今回買ったのがね、これですね。ババン。 はい。スパイダーマンのホットウィール系ですね。ホットウィール。はい。これがホームカミングのやつ。で、ちょっと赤いやつで、ね、ホットウィールなんだけど。まあ、80%オフで。1個、1台46円とかだったんで、46円ならいいなと思って。まあ、ホームカミングだしね。最近見たやつ。で、これが、これも46円の同じ、あ、そう、あの80、80%引き取れちゃってるけど、これがね、バルチャーですね。バルチャー。あの、敵の、こいつですね。こいつ。はい。 で、次、こちら。これも同じく46円ぐらいなんだけど、ショッカーね、あの、出てきたやつ。だから、この3台を買いました。他にもあと2、3種類あったんだけど、あとは知らないキャラだったんで、今回はこれだけにしました。はーい、まあ。スパイダーマン系ね、いいですね。うん。スパイダーマンもねや、キャラをね、ちょっと知ったんでね、ホームカミング系のやつだけ買ってきました。まあ、デザイン的には別になんだろう、本編とは全く関係ないんだけど、 ね。だけどまあ、安かったんでね。100円以下だったら,だらやっぱ買っちゃいますよね。はい。こんな感じです。いや、ハードオフね、今回ね、やっぱり、ね、楽しかったね。うん。あー、CD もっとなんかね、うん、全然聞いたこともない、あの、歌手の人なんだけど、これぐらいのセライのやつで、アルバムで100円で結構いいのあったんだよな。そう、あとはね、ミヒマル GT とか、そこら辺のもあったけど、まあ、ミヒマル GT はいいんだとしてもなんだっけな。あんま V6 も結構あったし、 あとね、なんか、ね、結構今回は豊作あったんすよ。うん。あとおもちゃコーナーとかも結構、ハウスのおもちゃコーナーとかも、やっぱ新入家とかいろいろあって、レトロなやつとか結構入ってて、バラゴンのソフビとかあったりして、まあ、ね、うん、なんか結構良かったんですけどね。はい。で、あ、そう、アマゾンからちょっと荷物がまた届いてる、ね。これ単品で来たんだけど、こちら。ババン。ついに買いました。あの、ギリギゲリリの鬼太郎ですね。ギリギゲリの鬼太郎のソフビで、バックベアードかな はい。これだけね、あんまり、お店で磨けなくて欲しかったんですけど、アマゾンでも安くなってなくて、安くなったタイミングで、そこをポチったら、ちょっと発送が遅れて、なんか他の人をまとめてじゃなくて、これ単品で届きました。でも送料は無料ですけどね。はい、バックベアード。このそういう味も届いてよってことを一応ね、報告しておきます。はい。いやー、これね、ちょっと今回いい、いい、うん。 CD 的にはいい。まあ、ちょっとこの2枚,2枚はね、レンタル落ちになっちゃうんで、聞いて、ま、パソコン取り込んだ後売るときになったら、あの、ブックオフには売れないんですよね。だから、ま、どうしてもハードオフにまた売ることになっちゃうんだけど、ま、値札取ってね。こっちはブックオフに持っていくかもしれない。まあ、わかんない。あの、ハーシバルめぐみさんとか、結構、この辺は、コレクションしてる感じなんで、まあ、あの、取っとくかなと思いますけどね。はい。うん、いいですよ。 やっぱ100円ならね、あのレンタルより安いんでね。そう、レンタルもね、俺、今日ね、そう、ツタヤも行こうかなと思ったんだけど、あの、最近ハガキが来てて、T カードをさ、なんか更新しなきゃいけなくて、そのハガキ持って行かなきゃいけなかったんだけど、ハガキ持ってなかったの、今日。うん。持ってってなかったから、今日ツタヤでレンタルできなかった。まあ、できたんだけど、まだ期限がもう切れてないから。まあでも、まあ、今度でいいかなと思って。そう、今度またね、あの、ツタヤのなんか、 うん。レンタル CD って安いじゃん。だからまたなんか借りてこうかなと思って。最近ね、結構音楽とかもあって興味出てるっていうか、最近音楽めっちゃ聴いてるんだよな。この前もね、なんか何時間だろう ?6 時間ぐらいずっと音楽聴いてたよ。うん。時あった。何日か前。なんか音楽ハマってるんですよね。でも今イヤホンで聴いてるんで、やっぱヘッドホンで聴きたいんですよね。イヤホンだとどうしても疲れるしね。なんか、ヘッドホンで聴きたいから、僕やっぱヘッドホンで聴くのが好きかな、一番。 本当はスピーカーとかがいいんだけど、やっぱね、うるさかったりしちゃうからね。まあスピーカーもいいけど、やっぱ僕ヘッドホンなんですよね。昔からヘッドホン派というか。うん。なんか昔はずっとイヤホンで中学ぐらいの頃聞いてて、高校生ぐらいで初めてヘッドホン買ったんですよね。3000ぐらいの。山田電機で。どこなんだろうパイオニーかなパイオニアかなんかのヘッドホン買ったんですけど、 その時の感動は半端なかったですよ。しかもそのヘッドホン僕ね、二十歳ぐらいまでずっと使ってましたからね。多分今もどっかあると思う。ただイヤーパッドがちょっとおもろくなっちゃってるんだけど、そう、ずっと使ってたんですよ。結構いいヘッドホンに当た最初から当たってさ、良かったんですね。これもだから定価が6000円ぐらいするから音い、音良ければいいなと思うんだけど、まあだいぶ使い込まれてるし、まあ、もしかしたら音出ないって可能性もあるからね、300円っていうことだからね。まあ、300円の理由は、あの、イヤーパッドがないっていうことだと思うんだけど、うん。 やっぱどうしてもイヤーパッドないとね、ジャンクに来ちゃうからね。はい。まあそんな感じでした。はい。ということでね、この動画が良かったなと思ったら、ぜひ、評価ボタンも押してってください。あとね、最後の、あのー、最後にあれ、スライドショを流すんでね、よかったらご覧になっていっ,ってください。それでは、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。